はい。ということで、あ、そうだ、少し前にさ、なんか俺が呼び捨てでどうこうみたいに言ったらさ、なんか盛り上がってたけどさ、世間がさ、まあ盛り上がってましたね。一つ訂正をしておきたいんだけどさ、俺は呼び捨てにされるのが嫌なんじゃなくて、桜井さん、梶君、石川海人君、相馬君って言うなら中村さんって言えっていう話だ。そこの、腑に落ちてないんですよね。釈然としないんですよね。そうそう。俺は、そこが気になってるだけで、普段その辺で中村とか杉田とか呼んでるのはいいよ、別に。俺に声かけてる。中村って言ってきてんじゃないから。面と向かって言うんじゃなくて呼びかけじゃないから。いいんだけど、横で聞いてて、桜井さん、神谷さん、小野さん、中村、杉田、梶君はおかしいぞって話なの。そこは釈然としないそう。と。でも、下野は下野だなって。本当は。そわかるっう。す桜井っよ。て言ってじゃん。桜井と神谷と小野って言ってよ。呼び捨てにするなら全部呼び捨てに共通してくれと。俺と杉田と下野と並川だけをさ、呼び捨てにする 増えてんじゃん。増えてんじゃん。並川さんはもうたまに現場で俺もすっごい先輩ってよく考えたら思い出すんだけど、あ、並川じゃんって言ってんの。そしたらなんか普通の顔、それまでと全く同じ顔で、並川さんだろって言ってるから、すごいいい人なんだけど。憎めない人だわ、ほんま。そういうことです。まあその辺はね、でも俺的にはやっぱこう、いつどこで誰が聞いてるかわかんないし。まあそういう点ではね。いつかその業界に飛び込むかもしれないですし。そういう人もね、いるかもしれない。今のうちにさん付けで慣れといた方が、世間的にはいいよ。それは思うよ。さんがついて呼ばれて嫌な思いする人はいないから。そう。呼び捨てされて嫌な思いする人はいる。そういう人はいると思うけどね。さんで嫌な思いする。それだけの話ですから。あ、さんで嫌な思いするのはアメリカ人だけ。ロータスとか。言ってたよ。呼び捨てしてくれって言ってたからね。そうそう。最近、さ、どういうことか知らないんだけどさ、うちの事務所の後輩はあまりないと思うんだけどさ、他事務所の一部のやつがさ、俺を突然、ゆういちさんって呼ぶんだけどさ、おっと？なんで？なんかフレンドリーさを出したいんじゃないですか。後輩とかですよね。後輩。後輩が、ゆういちさんにこう。急に言うんだよね。可愛がってもらいたいから、ゆういちさんって。ゆういちさんって言ってなんかね、こっちとしては呼ばれ慣れてないからさ、おーって。あれじゃないですか、西山幸太郎君とか。あ、こうちゃんは、そう。こうちゃんはちょっと下心があるから。だから、長松さんもほら、こうちゃんって呼んでるでしょ？こうちゃんで呼んでる。向こうもそう、ゆういちさんでしょ？そうだね。だから多分そっから広まってんじゃないですか、ゆういちさんって呼んでいいんだみたいな。男はそうだね、こうちゃんと江口くんは、ゆういちさんって呼ぶかな。今の若い子はほら、距離の詰め方が早いから。うまいよな。うまいよな。おぉ、すぐ仲良くなるし。あとね、あ、誰だ、須崎とかもね。はい。急にゆういちさんって言い出して。いいなそれ。須崎だよ。あ、ごめん、今のは良くない。今の発言は良くない。そういうとこ、そういうとこですよ。須崎さんだよ。須崎さんが呼んでくれるんだよ。須崎さんのことは、下の名前じゃなくて須崎さんなんです。須崎さん、須崎と、あ、だからアイムのやつか。須崎と辰巳とかは、ゆういちさんって言ってた。もしかしたら、これからどんどん増えるかもしれないですよ。増えるのかな、だんだんそうなるのかな。仲良くなりたいんですよ、向こうもきっと。だから、それ中村さんって距離感じるから、あれ俺中村さんって呼んでるぞ。呼んでる。俺も梶田くんって呼んでる。いや、なんでお前が雄一って呼ぶの雄一さんか。雄一さんって呼ぶの。もっと。梶田くんは意外とその辺はあんまり砕けすぎないでしょ、ナイス。やっぱりちょっと仕事の面がどうしても顔を出すんで、下の名前って。杉田のことを、は、友和さんとか呼んだことないですね。ジャックって呼んでたっけ？え、なんだっけ？ジャックは竹内くんか。ダボさん？いやいやいや、それはお前いいだろうな。まあまあ、いいっすよ。それは、オフィシャルだろうが。話題出す分にはいいっすよ。そう、ジャック・ウェストウッドは、竹内俊介は、AKA 竹内俊介ですけれども。あれ、杉田はもう、ジャックって一回、なんだっけあれ。杉田さんをジャックって呼んでたのは、なんでジャックなんだ？中村さんが言い出したことで、あれなんだっけ？天の弱だから。天の弱だから、天のジャックさん。なんで俺こんなこと覚えてる。そうだ、ジャックつながりだな、あの二人。ジャックつながり。違うけどね、つながってないけど。指定でジャックそうだね。カジャ君はなんて呼ばれたいの？俺はぶっちゃけ名前の呼び方にこだわりはないんで。あ、やっぱ俺と一緒だね。カジタさんでも、マフィアさんでも、カジタマフィアでもいいんですけど。ね、まあ別にいいんですよ。ただ、頼むから海外でマフィアと呼ぶのはやめてくれ。あらぬ誤解を受ける。
ディズニーランドに行った時に、一緒に行った、うん、そう、ショーンがね、うん、帽子作るじゃないか、ディズニーランドって。あー、そうなんだ。ミッキーの帽子。はいはい。マフィアってことだろ？ミッキーの帽子のところの店の、女の人に帽子渡して、マフィアって書いてくれって言って、問題になりました。そうだね、向こうとしては、来たのか、そう、ついにこの夢の国に。その受付の人が、うん、上の人に話を持っていって。上の人に話を通すこう、はめになってんじゃん。これは、これはいけるのか、これは、どうなんだっていう話で、結果的には、ノーだと。さすがにミッキーマウスの耳にマフィアと書くのはまずいって話。そうだよね。で、俺は一言も頼んでないですよ、そんなこと。変な遊びだと思われちゃってね。そう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 、多分ね、向こう的には悪ふざけと。で、俺も迷惑かかるからやめてくれ、やめてくれって言ってるのに、ショーンはずっと爆笑しながら、怖えな。ただ、なぜだかファーストビジターの缶バッジにはマフィアって書いてくるんですよ。マフィア本名に入ってないんだけどね。カジタなんだけど。ディズニーホテルのカードにもマフィアカジタって書いてました。ああ、ペンネーム芸名わかんないんですけど、ミッキーの耳は NG らしいんですよね。見えるからじゃないの、外から。そうそう、そうかもしれない。そうだよね。そうかもしれない。うん。やべえのがいるぞって。だから、こう、海外では結構シャレになんないからマフィアって呼ぶのやめてくれ。確かにそれはそうだね。うん。なんでそんな名前にしたの？海外、日本から出るな！そんな名前つけて。俺もね、海外で仕事することになるとは思ってなかったんですよ。思ってなかったからね。こんなハメになるとは。はい。じゃあ、そんなつながりでね、ここから今週のスターオーシャン最初。